そこ3台空いてるんですよ。空いてますね。こっちに空いてるんで、お父さん挟んじゃいますけど、いいですか。いいですか。もう一人出さないとですね。そうです。いや出しますよ。じゃあキムさんの陣はいつか見られるってことだな。これはいつか俺らが俺がさ、ね、リーチかかったやつ後ろに揺れ始めたらもうこの業界おしまいだよ。待って、まあね、俺がおしまいだったみたいな言い方するよね。シューシューやから後ろで揺れてたら腰振ってね。ワクワクしっぱなしの今見つけたやりたいこと見つけたやるべきこと。なんか自分のペースで行くよ。自分のペースでリラックス、リラックス、リラックスよ。リラックス、リラックス、リラックスよ。大丈夫、もう十分すぎる仕事してんだから。ああじゃあやります。いけよ。はい、はい、大丈夫、いけんの、いけんの、いける、いけんの。でもちょっとの不安です。何かが出そうだぞ。何か出そうだな。しょうがないな、もうかってるよ。しょうがないな、ちょっとしょうがないな、ちょっと一回だけだぞ。そんな安くねえんだから。ありがとうございます。オッケー。大事に行けよ、大事に行けよ。さあ、9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 
あ、いいな、マジか。え、大丈夫、まだ言えてくるから、まだ言えてくる。いいスタート切れました。いいスタート切れた。いいスタート切れた。あれは負け戻しか。はい、負け戻しです。いや、いいね、いいね。流れ掴んだんです。あ、よかったね。いい仕事したよ。です。危なかった。あれなかったらね、ストレートでかけてくれたかもしれない。あれ、大丈夫？大丈夫、大丈夫。マリモン。はい。俺がいきなり収録で G パワーって揺れ始めたら、はい、俺相当いろんな不安抱えてるなって先行き不安抱えてるなって、ね、俺もしそれ俺がいる現場でやったら本当に殴りますね顔断面無言でもう鉄拳食らわせますね賞金になってくるんで俺たちの木村与太は G パワーに頼る男じゃなくてこんな感じでね実況の後ろでどうする来店でもいろんな人の将棋やつアイヤーだなこれいや大丈夫大丈夫だよだ、ね、3割くらい勝つでしょ、私スルーしちゃうのよし、牛尾さん、お願いします、牛尾さん、来ましたね。牛尾さん、頑張ってんの？頑張ってんの？田中、ね、スタンバってんの？来ましたね。ちょっとね、来ましたね。これです。いける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 。諦めた諦めた。うわダメだ。むずいな。うわごめんなさい、私終わりました。いやもうしょうがない、もうそういうもんだもん。ただ。さあその意思を牛尾さんが、はい、後ろで揺れてますから。ただただ気が散るな。あのね、万能的に見えるんですよ、ね。見えるんだよ。そうなんだ。すごいわかるの見えるんですよ。揺れてるのか。血が見えちゃうねむしろ。パワージマ。緑か。来てますね。島で来てますよ。すごく良くはないのは分かる。あーサウザーかー。いやサウザーはちょっとダメですね。もうやべ諦めやがった。サウザーはちょっとそれはそれだぞ。次が赤か紫。大体紫ですけど。でもさっきからみんな来てますからね。来てるね来てるね。流れめっちゃ変わったと思いますこれは。なんとかなんでかなラッキーパンチ。おある。お
あります。闘神奥義、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 ブルブルした、ブルブルした、あります。いける、いきます。よかった、よし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 、ある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 、待て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 、これからですよね、喜んでる場合じゃない、ここだ、喜んでる場合じゃない、ここハイパーだろ、ハイパーにしよう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 、絶対ハイパーにしよう、ハイパー絶対いきます、絶対これ通らないと何発、通らなくても1500あります、1500、ハイパー、ハイパー、ハイパー、いやー頼む。ジジ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 ジバーバイバイバイ。まだあるよ、まだあります。まだ一応あります。まだあるよな。だからね、あんまないんだよね。あんまない。私は成功したことが。さあ、ここです。取りましょう。ガッと頼む。チーパー、きちいなぁ、しゃあないしゃあない、このタイミングの悔いはないっす、きちいなぁ、藤尾さん、はい、ガッと悔いはないっすよ、え、悔いはない、悔いはない、やりたい、あ誰誰誰、俺マリオ、よし、ガット、ガット出番、いや、もう死んじゃう、死んじゃう、いや、死んじゃう、ごめんなさい、行かせてください、わかった、わかった、行かせてください、一緒にやろうぜ、一緒に、一緒にやろう、どうなの、あ、トモ背景出てる、あ、トモ背景出てる、激アツ、激アツ、これいけます、これ来たよ、もうちょっと欲しいです、もうちょっと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 強めの合わせ地だろうぜ、合わせ地、電波1です、とりあえず法則なし、なんかでもトモ背景出てるんで、なってない、なってない、何にも見えない、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、いや、こんなのが流行ったら世も末だぞ、おい、きちなで緑か、ただただ当たってると結構緑よ、あ、ですよね、今日逆に緑以外出てないかも、紫が出たけど、これどっちがいい、どっちがいい、サウザーか、リュウか、サウザーか、でもさっきサウザーだったから当たりましたね、全然ありますよ、サウザーあります、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ラッキーズ出てる、なんか生まれる、なんか生まれる、あ、あ、待って、いきますよ、ガチ数字期待度 90% ジーパー、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 パパッ、ジーパー、できないならやんなくていいからね、パワーチーパワー、そんな何回もやるジャサっぽいですよ、やってます、いや、さっきやってます、 92% さすがにだろ、 92.4% です、これ外したらやばいです、大丈夫、超進化せず、はい、ラッシュに入るかどうかのね、当たるは当たるでしょ、当たるは当たるでしょ、ね、え、大きもないの、え、でも 92% ですよ、うん、もう決まりますよ、おいお、まあ、頼むぞ頼むぞ、とりあえずジーッパワー、パワー、当たりました、よしよしよし、ジーパワーだ、これがトモ、トモ、トモ、トモです、トモ背景、こっからだよ、やるトモ背景、トモさん、はい、何発必要か計算しない、ちょっと一回計算しよう、こっちがね、2人で83、39,083、この後に、あ、じゃあ違うとね、マリモさん、マリモさんいくら全部で、これ27、27,000、70が9,500円、さあここは自力で掴み取るぞ、 60% ですラス、 60% ですよ、39プラス83プラス27、プラス聞いてんの、いけ、投資が158,500円、さあマジかよ、だよジーパーマってよ、15万、ふざけんなよ、バカじゃねえ、左見てください、左、ちょっと待てよ覗いている、タラチュー、タラチュー、はいはいはい、持ち玉何発、13,500発です、復活で当たる、セグ、セグ的な、あ、セグ、マジで、
態になる。本当に。え、なんで？え、え、ね、え、イカちゃん本当に。じゃあ、何がジンパーでお父さんとかよっぽど頼りになるよ。なんだと？当たるまではやったら僕じゃないですか。西尾さん、はい。多分大体ね、4万発あれば足りるんですよ。今めちゃめちゃ詳しいね。俺とタイガーチェル合わせて14,000。なんか多分復活すると思う。で、マリモさんが合わせてこれ通るんだったら17,000。ここでなんかあるでしょ。これもうていうかラストチャンスよ。さあ来い。お父さん。おお、結局した。本当だ。すごい。お父さん。これがジンパワーですね。うるせえな。何がジンパワーだよ。お父さんの力だろうが。お父さんのおかげじゃねえか。お父さんパワーじゃねえかよ。そんなジンパワー。せっかくだった。保留変わったら当たりです。保留かかったら当たり。変わったら当たり。いやマリモ、マリモさん。はいはいはい。しゃびしゃっすもん。大丈夫大丈夫。全力集中よ。全力集中ね。はい。もう時間もないから。これ赤堀町やから。カモン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 。変わらなくても。さ、赤この3だと赤堀になったら3,000。それ以外はね、保留変わらない。あの点滅保留とか。変わらないで。ましょうか。いやジーパー欲しいな、ちょっと任せてくださいね、ちょっと。あ、天秤通り熱いよ。熱い。ジーパー欲しくなってきたな。ジーパー足んねんじゃねえかな。ジーパーはいやジーパーじゃねえかな、ここ次の次だわ。次の次あれが当該になって赤に変わったりとか結構じらしますね。いけ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 ああ巻き戻しね。ああよかった。待て待て待て。あでもじゃあこれの次の保留玉は熱いってこと。入ってるかもしれないですね。一発目。ああ確かにね。あほらほらほらこれこれこれこの次の次でしょ。そうそうそう。ここですよ。これ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 。ここがなんか。ドンドンドン。ああダメだ。ああダメだ。変わらんのか。いやいやいや牛尾さんもこのまま帰らすわけにいかない。頼む。牛尾さん手ぶらで帰らすわけにいかない。どう？来い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 。長い長い。いやいける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 。ああ入れてる。いやしい何が足りないんだと。ジーパーはあるはずだ。ここまで引っ張られるか。ここでこれも打たないでいいの。はい、このまま打っててください。打ってる、はい、あチャージね、はいはいはい、で OK です。もういい。龍拳しか見てねえもんな。龍拳以外いるの。龍拳以外だったらいます。龍拳以外なら、でも、はい、龍拳以外来い。これ酷だな。出してくれる。ただ怖かったと言わせるわけだって。あるよね、あるよね。まだあるよね。まだあります。まだあるよね。あるよね。頼むよ、ラオウ。頑張ってくれ。頼む。チーパワーパワー。リザルトハテナ。あーリザルト。まだ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 あるまだある。おおおお打ってください。マリマさんギリギリ負け戻し。2ラウンド2ラウンドまさかの。いや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 すごい勝ち深い勝ち深い2ラウンド。これはで変えた。これはでかいよ。でかいでかいめちゃめちゃでかい。危なかったっすね。踏みとどまった。このまま終わると社長10ぐらいお金減っちゃいます。10は減る。25,000発出せばいい。あ、点滅してるよ。それぐらいのポテンシャルあるんでしょう。ありますあります。イナゴ赤に変われ赤に変われ赤に変われ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 。あー、早い。いやーマジかよ、こんななの。うわ、また4回転あったね。4回転分4回転これ打ってた方がいいんだっけ。あ、打ってた。あ、うんうん、もう大丈夫ですよ。溜まったから打たなくて大丈夫です。い
いやなんかないの。いやー拮抗している。きついな。いけるだろう。ここここここはそう、ハイパー。牛尾さん、牛尾ですごいジパワーってましたよ。来い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 、もう一回2ラウンドでいい。さこい、うわ終了。いやいや、まだあるまだあるあるの、あるある、まだやるの、まあチャンスある、まあチャンスある、チャンスあるよ。やっちゃった。ジーパン買うようになったら人間おしまいだからね。マリモさん、もうなんか2人でやろうぜとかもうちょっといかれてたよね、完全に。正気の沙汰じゃなかったあれ。もうちょっと結果が出ればなって感じですね。ジーパンなんですか。はい、いや知り上がりとしては結構、まあまあ確かにこれからじゃないですか。もうちょっと惜しいよね、うん、なんかもうなんかトモゾーンが来た。え、マリモさんいけないフラッシュ行ってないですよね。してない、してなくてトモゾーン行ってないのにこのゾーン行くってことは真剣行くから、これ熱いです割と。マジでトモゾーン行って真剣行かないってこと逆にあんの。ないと思うんですよね。もしくはいちいちトモゾーン行く、あ、違う違う、あの救済系行くか。ここないよフラッシュ。マリモいきなりフラッシュ入れてない。いや入れたんですけど、うん、来ないでトモゾーン。どうなるんだろう、当たりだろ。青堀リゼロでいうところ白バレだろ。これはいいですか。いいってほら、いいですよね。 お父さんの口今のところ 100% ならないで。お父さんの方が信用できるわよ、私なんかより。あー大丈夫大丈夫大丈夫だって。ウジョウか、ウジョウか。ただウジョウだったことあるよね、あの奈良津の。え、これ全然ありますよ。なんか大丈夫だって言ってくれてる。あ、お父さんが言ってる。じゃあ大丈夫です。多分めちゃめちゃ打ってらっしゃると思う。あ、そうなんですね。だってセグミって一発で分かるぐらいだから。結構暇なんだな。おい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 、なんだよそれ。おいし、ジーパワーじゃないぐらいのスキャンダルですよ。日じゃないぐらい。結構暇なんだなっていうの。ほっといてくれよ。あの頼む。やりますよ、やりますやります。お墨付きいただいてるんで。おい。あ、勝った。これ勝ったんだよね。あった。あ、もう当然って顔で祝してくれてる。すごいな、ちょっと何でも知ってるじゃないですか。すごい、ありがとうございます。情報をいただいて、やったよ、頼む、いけ、頼む、お願い、お願い、はい、かー、またか。微妙、微妙っつのもあんすね。微妙ってなんすか。微妙っつのもあんすね。あらめ、あ、さっきの私ごく先バレ、先バレです、先バレ。まさかの。ちょっともうないって言われちゃってるけど、はい、一応ね、はい、チェックが起こるかもわからないんで、 0.01% の可能性にかけて。 お父さんの記憶しないってこと、はい、お父さん、わざとでしょ。あ、そうだ、ね、そドキドキさせるためにやったでしょ。マジか、お父さん素晴らしい、素晴らしい。あ、微妙に言ってた、言ってた。いや、いや、お父さんすごいんだけど。お父さん素敵よ、マジで。一番の演出家じゃん。いや、素晴らしいですよ。さあ、出すぞ。うわ、すごい。さあ、首の皮一枚探すな。すごい、すごい、すごい。お前も繋がったんだよ。だからそうそう、ここで、うん、当てない、当てない、うん、そう、ちょっとした延長で。だから、マリモさんが、はい、首の時点で終了です。わかりました。マリモさんがずっと当たり続けてくれる限り、まだ残ってるチャンス。そろそろいい加減にもう出玉があるんだったり。マジで頼むんだ。分かってます。てかもうあと4じゃない。いや大丈夫大丈夫、大体この辺で当たるでしょ。さあ来い、さあ来い、割れればいいでしょ。そうです、割れればいいです。頼むって。牛尾さんをこのまま返すわけにいかない。いけって。こんな当たんねえもんかな。いける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 、巻き戻しまで入れたら結構な。結構なもんだよね。そうなんだよね。さあ来い。赤い、赤いよ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 、赤い
はい、よっしゃーよしよし来たね、来たねやらし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 3000半分あんだよね、確かはい、50%、3000がいいなで、残り30が1500なんで3000の比率が高さ3000よっしゃやった3000以上かも3000か3000以上かもしれないですあプラスターその上でね、はい、こ, ここに必死な男がもう一人いますよ今のままだとジーパーマンになっちゃうんですよヒゲはいや本当にそれだけはマジでどうにかされたいヒゲをジーパーマンヒゲジーパーマンってすげえ難しいよ来たなんか保留練してる可能性もあるしあのいきなりフラッシュ俺も来ましたよのフリアあーキムさん来ました来ました来ましたお前打ってた方がいいよそういやそうそういやそうそうですよ打ってた方がいいんですけどいや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 そこはまずいやこれ乗りたいなこの流れおめえは今一回ぐらいマジで当てろおめえはその通りなんですけど当たんねんすよ当たんねんすよ当たんねんすよパチッと頑張っても当たんないですよねなんかいやそれパチッも一緒あパチッ宝くじも一緒頑張っても当たんねんすっごい頑張ってはいるんですけどねほらハンドルに腰が入ってない腰がもうガットと共演することないのかと思うとちょっと悲しいな誰ですか今言ったのいやあの4人の声でショックさあ出すぞまだまだおーしゃーしゃーしゃー赤になった赤の保留3000とさっき言ってましたねありませんよしかも2個並んでんだけど赤が2個並んでる6000です6000 6000赤が3000ならいや6000はない3000だと3000はないからあ1500ですね4500あー難しいうわえ俺もうこれちょっと魚拓さんも当たって思ってまでちょっと次回予告想像してるよ当てるはマジ当てる当てる当てる当たり続けてくれるのであれば僕もまだ残ってるからこれはだなあなんか誰かいたな誰かいたな誰かいたうわーさざかダブルハイパーボーナス書いてあるわーすごいね出るときすげえ簡単に出るな本当に早いですよ ねあー後ろだこれ見えてきたよ本当見えてきたねマジで、うん、俺が当てりゃいいんだろこれ当たって魚拓さん当たっちゃったらマジで見える、うん、あ流れ星あれは結構ある頼む投進化して頼む頼む投進あーあー行かない行かないいやじゃあ奥義だ奥義だ奥義奥義今さ2プラ飛んでいきましょう OK あああっちゃーあっちゃーいやゼロじゃないよこんな当たってるのに初当たりすごいよねすごい取ってますよねこっち来てからあーすいませんマリモさんお返ししますお返しますいやーむずいかしましたけただいよいよ大惨事ではないから、うんここマリさんもう一頑張り。オッケー。もう一頑張り。やります。お？あ割れた。おお割れた。おおすごい。あい当たった。割れたら当たりか。もう全部三人でいいから。遠慮しないで、ね。全然言わない。全部三人でいい。全部三人でいい。ちょっとこれ一発告知っても見てみたいな。一回ちょっと変えてみよう。いやここまで来たら逆転してーなー。完全個当たりを。はい。あと5回ぐらい取れれば、はい、多分その間に1500もなんとかパスが取って、あ来た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 来ました来ました。3000、3000、すごいもう3000告知出ました。お父さんから、あお父さんから、お父さんが3000告知。マリモ今何発持ってる？俺ねこれで1万発ぐらいです。すげえな。一瞬でしたね。マジでジーパワーやってたことも待ってバカかしあれが悪かったなあれが悪かったね全ての元凶はあれだったかもしれないだって僕今もうなくなっちゃいましょうもうねえ後ろさん後ろさんおかわりだっつってねお前はもう帰れこの子にも呼んでたね本当にちょっとなんかあれだなこれで全部で5万5万ですね5万なすごい勢いでお茶飲んでますよ、ね、あの乾きと汗が止まんないです俺もあとでも200個ぐらいで終わるから俺もそこまでだなで全部飲まれるからお赤来ただから現金投資はやめるのがいいでしょ現金投資はそうっすねまでにしときましょうか
いけるいける、あ、これいけるわ、いった、あ、よっしゃー、よしよし、ナイスです。あ、まあでもお父さんいないんで分かんないです、これいねえな、何かの間違いがちょっと あるか、ないとも限んないよね、これね、いや全然あるかもしれないですよ、これすげえじゃん、1万2000円全然この機種で、うわー、来た、ほら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 、うわー、そっちだ、田中みんなみんな打った方がいいんじゃないですか、頼む、さあ興味あり、待って、お願い、本当に田中中が当たったらみんなでまた打ち始めた方がいいんじゃないですか、いや、打たない方がいいです、分かんない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 、マリムさん、マリムさん、はいはい、もう集中してもう、はい、わかりました、俺は俺の仕事します、ね、うわー、いいよいいよ、え、あ、キリン、え、キリン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 出た、いや、出た、バスローブが、バスローブじゃない、え、キリン出ちゃう、バスローブがキリン、キリン、いやー、しかもキリンの音鳴りましたもんね、これ7チームはやらしていたら本当わかんねえ、いや、いきますね、これ全然、私のノートが正しければ2点敗で神経上に行ったら当たりです、え、マジで、はい、私のノートが正しければ何ノートに紹介だったの、私のノートに書かれています、なんてなんて、水柄、神経異常、法則、当たりと、マジか、マジ、はい、多分これ行きますよ、いや、でも、はい、あのノート間違ってる可能性あるから大丈夫、しかも KO ですもん、大丈夫です、本当だ、書いてますよね、ゲー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 、こっちが、こっちが怪しい、こっちが怪しい、こっちが怪しい、正しい、ちょっとこっちが怪しいよ、え、こっちが怪しい、まあ、ダメです、こっちが怪しい、すげえ怪しい、もうこっち終わりだから田中、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 そんな言い方でよ、そんな言い方でよ、こんな頑張ったのに、あ、やべやべやべ、マジでやばい、暑い、え、マリムさん、龍拳、まだ分かんない、まだ、私、筐体越しがうるさいです、後ろが筐体越しがうるさい、とても、あ、龍拳さん、待って待って待って筐体越し、こっちはダメだ、諦めよう、田中、田中、田中、よくやった、よくやった、もう怖い、ここはもう田中にかけよう、田中に、田中、田中、いけいけいけ、私はノートを信じる、自分のノートを、田中だ、田中、田中、スープラトンで大丈夫、私は自分の帳面を信じる、大丈夫です、いや違う違う、ジーパンを信じようって、後ろでやってたよ、まだ気が散るのよ、頼む、頼む、お願い、よっしゃー、おい、おら来た、スープラトンだ、田中、チケ、田中、スープラトンだ、あれ、いけるよ、よし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 、あるあるある、これ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 あるよ、これあるよ、二人で、二人で、二人で一周、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 いやマジでお願い、60万取ってた、本当に頼む、俺の19万、19万は笑えてる、パワーワード、俺の19万、俺の19万、いいね、パチンコで一時で使う額じゃねえ、あんまない、あんま聞かないでしょ、いやマジで頼む、右右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 右、田中、ハイパーハイパー、頼む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 、田中、いけ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 、待ってだよ、待って待って、最後あるよ、はい、今日最後で来てるから、2回、そうですよね、わかりました、そう、今日最後あるよ、最後結構来てるから、今日すいません、ガット諦めません、ガットはガットはガット一人諦めてません、あ、すいません、はいはい、お前これで上がんなかったら封印だからな、ジーパーは、うわー、マジかよーし、赤堀、よし、あ、しかも天堂、まあまあ当たっていい、これまあちょっとずつも取っていこう、1万5000発液晶表示で、1万5000の田中が1万2000は超えるから10万、しかもこれ赤堀あるから当たるよ、あと 1万5000、もう 100%、 あと1万5000、これがだから3000だったら1万8000になる、はい、当たった、よっしゃ、3000、私ジャッジの時間来ました、ちょっと触ってもらっていいですか、 OK 入れろ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 、正しい入れてくれ、最後はこう入れよう、いけー、うわ、いやー、マリモさんすごい、やってますよ、いくわよ、さっしょ、田中中、ジーパン、ザン、もうない、さすがにもうない、多分ないです、いや、ジーパー封印か、マジっすか、うわ、いやいや、でも田中中、その1500はでかいかもしれない、はい、決め手になるかもしれない、でかいでかい、1500取って田中中、持ち玉は今、おそらく1万3000弱です、1万3000ということは、マリモが今いくつ、1万5000ぐらいですね、あの2000が1万4000か、もう二頑張りしてくれたら18万ぐらいあれば大丈夫、 OK、 4万5000、やりましょう、やります、
行かないですか。いや、一旦、マリモさん待ちじゃね、いや、ファイブ、ファイブプラトンじゃないですか。ファイブプラトンで言ったら、お前が出してても増えてねえんだよ。あのね、違うの、これ二人やって、二人右打ってたらいいんだけど、一人右打ちで、他4人減らすと、うん、増えてないから、ね、あんま増えないのよ、うん、いや、だって、弾かなきゃ当たんないでしょ。いや、弾かなきゃ当たんない。いや、いいから、お前が出したらいいんだよ、うるせえの。なんで攻められてんすか、出して、うん、一回とりあえず、お前あれだろ、責任しよりたくねえんだろ。違う違う違う、自分が名誉に言うみたいな。やってみろ、違う違う、たまにはバカ野郎、お前やりますよ、俺は俺の仕事怖いですよ。いつも誰かの陰で隠れやがって、この野郎てめえ、美味しいところ召し上がってふざけんな、この野郎。すげえ怒られてんな、カスあたり一回のやつに。よく考えて、海で一回しか当ててないじゃないですか。おめえのお母さんの話するぞ、この野郎。やめろ。優秀な話するな。しかも俺の母ちゃんがなんか犯罪を犯したみたいになってんじゃねえかよ。全然違うからね、本当に。何もしてないよ。ただちょっと不幸だっただけで。やめろっつって。いや、めっちゃ連中して、連中して12年。そうっすね。いや、すげえよ。それはすごいよ、本当に。ね、うん、まだいける、まだいける。まだいける、まだいける、まだいける。まだいける、まだいける。あ、すげえ。なんか後ろで 見える、何かが見える。来い、ユリア。あー、ダメか。5人分はきついな。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あのね、いけるいけるいける。やっぱね、せいぜい3人までよ。いける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 。来い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 。ヒューイ、ヒューイ、ヒューイ頑張れ。いくな、これな。いや、大丈夫、大丈夫。最後ね。いけるから。攻撃しないパターンないんだ。頼む、行ってくれ。あー、ダメか。ここで割れたりするの。あー、ダメか。終了でした、ついに。あー、半分。いや、全然5万、4、5万負け積んでるっぽい。いや、違う違う。ん、出した分。ちょっと待て。おいおい。あ、違う。そういうことじゃない。そういうことじゃない。プラッタ分。プラッタ分。あ、なるほど。当たり前だろ。魚拓さんみたいなこと言うな。やっぱね、Gのイズムを。あ、Gのイズム継承しちゃってるけど。俺がもうこれで、俺じゃあ来ました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 。石神を、はいはいはい、任せてください、ここです、はい、任せてください、ここです。来ました。ここの G パワーですから。この次だな、この次です。さあ、超 G パワー、いい入りで、いい入りで、いいですよ、いいですよ、 G パワー。待て、それは食べてはいかんって書いてある。すまん、毒殺されるやつ。今のところはまだ弱いですからね、チャンスアップね。ただただ真剣に言ってるからです、もう全ては。そうです、ヒゲの生い立ちなんですけども、あの、僕大学4年生まではヒゲ全然生えてなかったんですよ。大学4年の夏休み終わってからですね、急にヒゲが生え始めて、夏休み終わった後からもうヒゲを蓄えるようになって、僕もともと毛薄かったんですけど、ヒゲ生えるんだと思ったら、なんか剃らないでずっとヒゲ蓄えるようになったんですよね。一時期はこのもみあげから顎まで全部こうつながってて、結構モサモサっていう時期もあったんで。ヒゲがなかった時のあだ名を教えてください。ヒゲがなかった時のあだ名ですね、芋洗い坂係長です。さあ、しあ、来た、さあ、ガッと大ちゃんが来ました、来ました、ここ、はい、カサティ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、赤の杉ですね、赤の杉、赤の杉、はい、さあ、なんかいいやつ、いいやつだぞ、あ、完璧だ、完璧、はい、2回目、2回目、あ、来たね、これリベンジだ、リベンジの機会だね、リベンジ、リベンジ、リベンジ、さあ、来てる、来てる、1先輩何？1先輩、特に法則ないです、なし、なし、あ、いいじゃん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 、
紋章なんかいらねえな。いらない、いらない。さあ、よく行ってよく行って、いらない、文字もいらない。もうさ、ちゃんとここで行く行く行く、攻撃攻撃、出るも出るも、キーパーは出るし、もうそれはちょっと、はい、来た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 、ガッと来たよ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 、ガッとよし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 よそれはないよな、やっぱプロ野球選手でもエラーはします。ヒューマンエラーですか。ヒューマンエラーです。実戦終了、お疲れ様でした。何ですか、何ですか、郊外なんですか。住宅街なんですよ。住宅街なのであんま大きな声出せないかなと思いまして、ヒゲをかけた戦いでした。はい、はい。殺臭士も早速行くわけなんですけれども、でも結果は防御性つて良かったですね。良かったと思います。あの、はい、一応数字全部まとめたんで、はい、総臭士発表しますね。はい、お願いします。5人の総投資が17万500円。17万も使ったんですよ。あのね、あのね、やっぱあんまやるもんじゃねえぞマジで。あのどうにかなったっちゃなったんで、まあ、よかったけど結果、ね、あの一応19枚できてから怖いですね。でですよ、20万負けも持参のないような展開だったんですが、はい、これ木村裕太さん、鶴の一言防御戦に移動しまして、はい、田中さん13,035個、はい、ありがとうございます。そして、はい、マリモさん、はい、18,372個、合計31,407個流しまして、収支がマイナス7,467個。おお、まあ継承、まあまあ普通の負けで済んだってぐらいですかね。ただ僕個人収支がマイナス39,000だったんですね、はい、なんで個人収支より負けてないからあざっす。あざっす。じゃあ一旦まとめますと、はい、とりあえずトータル収支はマイナスでした。はい、ってことは翔さん除いた4人の中で最も収支の悪かった人が、はい、ヒゲをかけ揃ってますよ、数値がデータが、ね、ですよね。まあここはないじゃないですか、ないない、我々はね、我々はないと思います、ね、っていうと、はい、ガットさんか私、はい、どちらかですね。なります。うわ緊張する。2人とも1回しか当たってない、はい、1回しか当たってない、海で1回です。ただまあほら時短、新時短消化したりとかもろもろあって、あとは G パワーですよね、うん、あれがどう発表します。与託さん45,000、投資、はい、45,000の回収ゼロです、はい。ガット石上さん、はい、マイナス5万。何やってんだよ、何も言えないよ、何にも言えないですよ、これ、これ本当遅延も今やって、もう出せようとしてる。じゃあ行きます。はい、え、本当に、本当に俺でいいんですか。いいっすよね。だからずっと正解を探してますよね、彼は、ずっとチャーハンおかずにご飯食ってる時は一番輝いてましたね。そうですね。確かに時はなんかやりそうだなって感じあったっすけどね。失礼します。はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい。ヘルメット下はですか。外した方がいいですよね。そう。全部取っちゃっていいですか。全部綺麗に。全部そうですね。全部やっちゃってください。エリカーソリからやります。何年ぶりでしたっけ。いやマジで、ちょ大学生からって言ったんですけど、僕多分3年ぶりぐらいです、ヒゲなくなるって、完全になくすってなったら。僕ヒゲない時にキングスライムのモノマネをやってってよく言われてたんですよ。ヒゲがあると言われなくなったんですけど、これキングスライムのモノマネをできるようになっちゃうんですよ、ヒゲがないと。だって今ブチキングですもんね。今ブチキングです。これなくなったらガチのキングスライム行くんで。盛り上げてどうしますか。綺麗に全部取っちゃっていいですか。行きましょう行きましょう行きましょう、はい、取っちゃいますよ本当に。
あと言われても僕のせいにしないでください。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。自分の意思で。はい、わかります。タラちゃんになります。なんかさ、ワイルド寄りの人がヒゲ剃ると急に爽やかになったりとか、竹野内豊みたいなね。はいはい、あ、でも少しだけガットさんって竹野内豊みありません？ない。本当私はあるから。ないです。ないですか？やめてください。あったかいですね、これ。あ、そうですね、お湯で。まあ、ヒゲをこう温めて、あと毛穴を開かせるんで熱くしたるんですよね。そういうことなんですね。はい、合わせて多分髪型もセットしてもらうと。はいはい。でもずっとヘルメットだからね、確かわかんないですよね。だって坊主かもしれないし、なんかもしかしたら最初からツルツルになるかもしれないです、ね、全部全剃り、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 もしかしたら頭に G って書かれてるかもしれないです、もしかしたら。そうだから謎の G っぽい。だからってやってヘルメット取って G っていうある、ね、ところまでやったら、ね、まあ、大したもんよね、人はないね。そう、うん、あんだけ押してたからね、うん、ただなんかこういうこと言ってると自分がじゃあその立場に立った時にそうだよ、ね、ただちょっとやって、ね、出てくるわけにもいかないから、ね、次回以降がすごくハードル上がりますよね。もう出ないっていう選択肢しかないよ俺たちには。だってリスクしかないんだ。確かに丸山さんがもし負けたと場合ですよ、ヒゲがなくて丸坊主みたいな感じだったら私丸山さんの人もう二度と会えないかもしれない。なんでなんでいいじゃないよ。本当にマリモって感じじゃないですか、本物の。そんな笑い、大昔のマリモ知らないの？大昔マリモ、古代のマリモってこと？だから黎明期の大竹二秒前時代。そうそう、大竹二秒前、そのペンネームが2ヶ月ぐらいあったの。あ、大竹2秒前って、はい、本名の大竹にかけてね。そう、あ、2秒前だって。2秒前、あ、そうか。その頃はちょっとそう、だからパーマーで当ててたんで。あ、だからマリモみたいだからマリモ、ね、あ、そうなんですね。私、フグリがマグマ…あ、フグリじゃない。フグリじゃない。楽しみです、ガッタさんの時は。フグリの形状にちなんでね。フグリかと思いました。お出なし。だいぶ変わりましたね。変わりました。はい、とにかくツルツルになってしまったんで、もう首がないんですよ。かっこよくなりました。本当ですか？はい、こっちの方がモテんじゃないですか。ありますそれ。だってロギーさんだってヒゲ綺麗にして、あ、それもあるかもしれない。今モテてるでしょ、あの人だって。可愛いって思いますもんね。可愛いって。可愛い方に振り切れるかもしれないですね。そうするとロギーさんとやり合うことになる。じゃああっちに、はい、皆さん待ってるんで。はい、行きましょう。行きましょう。あ、全然柔らかい。あ、これすげえかんな、マジで。めちゃめちゃすげえかんな。触っていいんですか？ダメです。どうしてるの？あ、いいな。ここからでもう違うもん。え、私も触りたい、すごい。遅いですね。目見てますけど。っていうか、カニ食わちゃって待ってる間に。え、でもそれぐらい時間経ちましたね。まだ寝てます。え、あ、すいません、収録中なんで。あ、すいません。あ、そうそうですか。っておーい、あの、俺もう分かった。あの、引退したての力士。そうそうそう、分かる。うん、うん、すごい。言っていいですか？はい、あの、元の顔知らねえからよく分かんない。あと、そう、だから普段ヘルメットかぶってるから初対面になっちゃってるんだよね。誰かに言ってたんだ。私もそう。だから誰だ誰ですか？あれか、日村か。あーあー、目の感じはそうっすね。あー、どうでー。あー、モテない。あー、どうでー。あー、高野花の子供の頃。高野花の子供の頃、まあ、真似してたね。あ、どうでーって言ってくる。僕でー。あ、どうでー。僕でー。思ってたより顔怖いんだね。あ、確かに私も思いました。うん、目つき悪い。目つきが。うん、怖いんだよな。怖いんだよな。すごい。バラエティの顔じゃない。班長。なんか顔面狂気とか言われるタイプのやつよ。面白くしましょうよ。どうやって面白くするの？怖え。いつもみたいにいじってください。怖え。怖えよ。怖え。夜の7時のトップニュースに出てくる顔だ。さあ、ということで、ね、ヒゲ剃り第2回ということで終わったわけなんですけれども、ヒガリな。はい、また、ぜひとも、面白かった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメント、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
だ僕の顔が怖いと思った方はグッドボタンを押してください。確かに多そう。メンチ切ってる、メンチ切ってるよ。よろしくお願いします。